シンプルイズザベストゆっくりレイムです。以下同文ゆっくりマリサだぜ。今日はお空が泣いてるゆっくりヨウムだにょん。うつ主久しぶりの雨男ぶりを発揮ゆっくりアリスです。雨男代表代理ゆっくりパチリよ。再生リストの名前や以前のショート動画で今日の目的はネタバレしてるのになぜこんな朝っぱらから広島駅にいるのかしら？重役出勤でも問題なかったのぜ。まあ本来の目的までに時間もあるからちょっとネタをねじ込んでみたわ。ひとまず糸崎行きに乗るってことでいいのかにょん？そうね。サムネですでにネタバレしているような。これ曰く西発で広島で8分停車しているのね。行き先多分バレてるのにわざとらしく隠す模様。朝っぱらからでもそこそこお客いるにょんね。18族のオーラはそんなに感じないわね。オーラって。今日も京都で反抗本。もう発車するにょんね。って天黒どこも開いてなかったわね窓側。仕方ないから補助席ね。ある意味週末夜の阪神梅田駅より恐ろしいものが見えるわ。真っ赤っか。何かしら熱くなれるものがあるのはいいことなのぜ。他人に迷惑かけなきゃね。しかし補助席だと腕も疲れてカメラ安定しないわね。まあ今回のメインはここじゃないからサックサク行きましょう。グレセンが分岐する解体地に着いたわね。グレセンが早速分岐してくにょん。まあお分かりとは思うけど次回はあっちに向かうわね。このシリーズ6回目だというのに未だタイトル詐欺の件。さて今回の目的地に着いたわよ。雨と霧に覆われたここはどこにょん。まあそうでしょうね。お察しの通り唐突に5月1日に廃止されるスカイレールにやってきたわ。すごい勾配だにょん。っておいなんだこや。代行輸送ですって。これは想定外だったわね。予定に入れたのも昨日だし。お知らせいたします。現在スカイレールは代行輸送を行っております。定期券のお客様は紙券を運転手にお見せください。回数いやよりにもよってこの期間って唐突に決めたからひたすらでもしてなかったのね。まあどの日メインのスケジュールは動かせないしじゃないか。だったらこんな朝早くホテル出る必要なかったにょん。まあプラスに考えるなら代行バスに乗車できるってことぐらいかしらね。スカイレールの代わりに EV バスが運行されるみたいだけどそいつがやってくるのかしら。できれば違うのが来た方が限定感マシマシなのぜ。バスデビューしちゃったら二度と拝めない可能性もあるからね。乗車口はここね。行きましょうか。広島で傘を1往買ったけど1日この調子なのね。700円したんだからなくさないようにしないと。スカイレールのるのと同じように切符買って乗り込むにょんね。まだかなまだかな。学研のお姉様ってまだいるのかしら。ひょっとしてあれかしらね。編集時に確認したけど来月デビューするバスとは違うわね。田舎の乗り合いバスみたいな感じよね。じゃあある意味貴重な映像になるかもしれんのぜ。バス転換後はなんかルートが4つあるみたいだにょん。転換後は停留所も増えて結構細かく停車するそうね。今のスカイレールの駅にしか停車しない急行便も設定されてるわ。糸キャバクラ。一番前に座っちゃいましょう。ドリンクホルダーなんかあるんだな。このバス普段どこを走ってるのかしら。いよいよ発車にょんね。本当はあっちに乗れたらよかったのにな。まあどんな感じで山を登ってくか見てみますか。スカイレールの真下をくぐってたにょん。
転換後はこの障子前に停留所ができるわよ。障子緑坂店前っていうのぜ。あれの下をぶら下がってたのね。風でブラブラしないにょんか。車体の指示を受けた構造と車輪で行っているから風にも強いのよ。そんな優れものなのになんで消えるにょん。お金がないから維持費もかさんで採算が取れないそうよ。せちがらいけどしゃあないな。緑坂第一公園の横を通っていくわ。この先にも緑坂第一公園北停留所ができるわね。確かに黒いバス停が見えるのぜ。またスカイレールが見えてきたわね。そろそろスカイレールの緑仲間地ね。当然代行バスも路線バスもここ停車するにょんね。仲間地いらっしゃいますか？いらっしゃいませんね。じゃあ出発します。いないんだな。あら、代行バスってこれだけじゃなかったのね。スカイレールもそこそこの間隔で運行しているみたいだし、代行バスもそのダイヤに合わせているからね。あの先が緑中央にょん。スカイレールと再び交差した先に緑坂小学校北停留所があるわ。ただここで右折するぞ。こちらは EV バスのルートじゃないみたい。 EV バスは右折しないで直進するそうよ。帰りは違うルートを通るかな。お天気だけどなんか幻想的だにょん。霧の中突っ込んだらいつの間にか幻想郷にいたりして。長野のあの神社ってことはないわよね。どうせなら神田明神あたりに飛ばしてくれれば帰り楽なのにね。それだとこの後の工程が台無しじゃない。今日どこに泊まるか知らんが、ホテルのキャンセル料も無駄なのぜ。左折した先が終点の緑中央駅ね。EV バスは緑中央からここまで来て左折してさっきの道を直進する形になるわ。スカイレールタウン緑坂をぐるっと回る循環便だな。今はスカイレールの緑中央駅まで来ないとダメだから便利になるのかな。さて着いたわね。ほぼノーカットだったわね。それじゃ次のバスが来るまで緑中央駅の様子を見てみますか。当たり前だがホームは閉鎖されてんな。券売機が寂しく佇んでるにょん。平日の通勤時間帯は結構な本数ね。日中は基本毎時4本なのね。こんな感じなのかね。何あの右下妬ましい。パルパルのレゾンデートルーバウナミョン。一通り見たところでバス停に戻ってと。帰りの切符も当然この通り。しっこいバスがやってきたミョンよ。それじゃ瀬野駅に戻りましょうか。どうやら帰りは EV バスの急行便と同じルートを走行するみたいね。一途重複するまでほぼノーカットで行くわよ。
左折し道なりに進めばさっき通ったルートと合流するな。それまでに清流所あるみょんか。この先に緑坂中央公園に清流所と往路で通過し損ねた緑坂小学校北清流所があるわ。急行便は代行バスと同じ通過するけどね。庄司まで戻ってきたみょんよ。ぐいぐい山を下って瀬野駅を目指すのぜ。同じところはカットして瀬野駅に到着。これから広島に戻るのね。次回がこの旅のメインでもあるからね。国鉄広島はすでに過去。今は赤い翼だらけだみょん。成田寂しい。なんでだよ。ひどキャバクラ。座れそうにないわね。あ、どうした？鼻摘みならさっさとするのぜ。代行バスに700円の傘忘れた。2時間弱で700円をドブに捨てたわね。お金もそうだけどやみそうにないみょんよ。また買うの？今後の様子を見てからね。まあひとまず解体地でようやく通路側に座れたわ。今後のことは今後に決めればいいのぜ。うん。まあようやく次回でシリーズ詐欺とはサラダバーミョン。そういうわけだから次回も見てくださいね。傘どうすんのよ。